メフィストワルツはフランツリストが作曲したピアノ曲及び、この台が付けられた作品は4曲存在し、第1番は1856から61年頃に、残りの3曲は晩年の1878年から1885年にかけて作曲された。このうち第1番が特に有名で、ピアノ曲としても、還元楽曲としても、頻繁に演奏。 録音されている。メフィストワルツ第1番冒頭部からの抜粋かねてから、ファウスト伝説に強く惹かれていたリストが、同郷の詩人ニコラウス・レーナウによる頂戴なしから、霊感を得て作曲したピアノ曲が、村の居酒屋での踊り、すなわちメフィストワルツ第1番である。この曲は、還元楽曲、レーナウの、ファウストによる二つのエピソードの第2曲という形でも、知られている。 同時期に四手ピアノ版も作られたが、そちらが還元楽版に忠実な編曲となっているのに対し、ピアノ独奏版は独自の音楽を展開している。曲の元となったストーリーは以下のようなもの。ファウストとメフィストフェレスは、農民たちが踊りつどい居酒屋に現れる。学士からバイオリンを取り上げたメフィストは、疲れたかのように弾き始め、農民たちを陶水の中に引き込む。 ファウストは黒髪の踊り子を抱いて、星の夜へと連れ出し、森の中に入ってゆく。開いたとから、夜泣中グイスの泣き声が聞こえてくる。作品は作曲当時としては斬新な火星が使われており、冒頭の5度の積み重ねによる和音はその主たるものである。なお、リストは後に2つの挿入部分を書き残しており、1982年に新リスト全集で初めて出版された。 このピアノ版は、弟子のカール・タウジヒに検定されている。還元楽版の概要については、レーナウの、ファウストによる二つのエピソード第二曲、村の居酒屋での踊りを、参照第一番からおよそ20年を隔てた1878から81年に作曲、サン・サーンスに検定。ピアノ独奏版の他に四手版、還元楽版の、計算手の版がある。年のリストの作品は、 革新的な火星法による実験的な音楽が多くなっているが、メフィストアルツ第2番以降はいずれもこのような作風により作曲されている。冒頭及び集結部に悪魔の音階として知られる三千音が効果的に使用され、部分的には第1番以上に激しい表現がある。火星的には武蔵にスクリアービン、バルトークの音楽に接近する。 1883年に作曲されたピアノ曲、ピアニストのマリー・ジャエルに検定。斬新な火星法はさらに推し進められており、CEAD のアルペッチョによる異様な導入部から4度和音を多用しつつ A 長長・二短調、A 二短調の間で彷徨うように進んでいく。音楽はより苛烈で悪魔的なものとなっている。音楽学者のハンフリー・サールがこの曲をリストの 最良の作品の一つに数えるほか、スクラービンもこの作品を好んでいたとされる。1885年に作曲されたピアノ曲、同年に改訂されている。ただし、第2版は作品自体は完全に演奏可能な形で残されていたが、中間部に挿入する意図があったと推定される3ページのスケッチが見つかっており、構想上未完とされる。 1> 第1版が1953年、第2版は1956年になって、ようやく出版された。もともとリストは今日、無調のバガテルとして知られる曲を、メフィストワルツ第4番とする予定であったが、最終的にその代はこの曲に与えられた。メフィストワルツ第5番、編集ピアニストで作曲家であったグンガー・ヨハンセンは、S696 と S216 ビットを、 別個の作品と考えていた。同一のマテリアルによる再作曲と考えることは文献学上は妥当である。この4番と5番の違いはヨハンセン本人の録音で聞くことができる。ハワードはこのような処理を行っていない。ありがとうございます。